こんばんは、スーパーハイレギュラーのおじいちゃんです。はい、今日紹介する作品はスターウォーズという作品です、もう皆さんも知ってるかもしれないんですけど、舞台としては、遠い昔遥か彼方の銀河系という始まりで、宇宙人だったりね、ロボットだったりか、みんないろんなね種族が共存していて、で星同士も行き来できるっていう世界で、で星同士のね星同士違う星同士も行き来できるんだけど、その中での戦争とかを描いた作品で、スターウォーズのエピソード4で、4、5、6 と、ルーク・スカイウォーカーが主人公の作品で、その後にルーク・スカイウォーカー主人公 ですごい大人気の敵役ね、ダース・ベイダーですね。ダース・ベイダーがダース・ベイダーになるまで、アナキン・スカイウォーカーがダース・ベイダーになるまでっていう作品を 1,2,3 でやりまして、もうねやっぱダース・ベイダーみんな好きで 1,2,3 ができたんですけど、でもダース・ベイダーがもし好きじゃなかったとしても、やっぱなんて言うんだろうな、そのねちょっとダメな人でもちっちゃい時から見てきてると、あーみたいな、もうどうしても許しちゃうみたいなね、あの 1,2,3 でなりますよね。なりました、私は。はい、なるっていう作品で、でレイが主人公の作品が 7,8,9 とで、今回ねスターウォーズのエピソード9で、スターウォーズのこのシリーズは一応完結っていう風になっていまして、もう人生でね、人生で初めて私は、公開初日に映画館に映画を見に行きました。楽しかったです。多分ね、多分いろんな賛否両論あるんだろうなっていう終わり方だったんですけど、最後は、なんかスターウォーズってやっぱりあんまりハッピーエンドな終わり方しないじゃないですか。しないなって私は思っていたんで、最後の最後は、ハッピーエンドだったのかなって思える終わり方だったんで、私はすごくいい終わり方だったなって思っています、でこの作品ね、まず世界観が宇宙人やロボットとかとね暮らしているっていう世界観なんですよね。まあそれにねみんなやっぱりで星も行き来できて、でその中で、軍事勢力とかのなんか、戦争で、ファーストオーダーっていう軍事世界に幅を利かせている軍事組織 と、レイヤーオーガナ将軍ね、レイヤー姫ですねの将軍率いるレジスタンスですね、がレジスタンスがどうにかねファーストオーダーに勝っていくみたいな感じで、でも最後やっぱりレジスタンスが光となって民間を巻き込んでもそうね打ち勝つって感じで終わったので、私はすごい良かったなって思っています。でそうですね、レイとカイロレンっていう、カイロレンはレイヤ姫とハンソロっていうね456に出てくるねキャラクターの子供なんですけど、でカイロレンが、すごい力を持ってるんだけど、なんていうんですかね、闇落ちっていうんですかねをしていて、でそこをなんかカイロレンは闇って感じで、レイは光なんって感じなんですけど、やっぱりどんな人にもねやっぱり人には闇があって、で、結局レイは、パルパティーンの娘の娘かなでだったんですけど、でそれを、カイロレンは最高司令官になっていて、その力を手に入れようとする中で知っていって でもレイヤ姫とかルークとかも知っていたんですね。それはレイが、パルバティーンだっけでの子孫であることは知っていたんだけど、でそれをレイは知ってなんかもう自分の闇に取り込まれそうになるんだけど、最後それでも、パルバティーンを倒す、自分の力でパルバティーンを倒して、でも力尽きるんですけど、その前にねカイロレンと戦ってて、でカイロレンを助けるんですよね。でカイロレンがなんだろうね、ハンソロにねまた家族って素敵だなっていうやっぱり作品だったのかなって思っていて、でも最後の最後は、血よりも濃い絆みたいなことちょっと言葉忘れちゃった、血よりも濃い絆っていうのがあって、やっぱりそれがね最後の
レイ・スカイウォーカーですにつながるのかなっていう感じの終わり方だったんで、まあちょっといろいろ思うことはある人もいると思うんですけど、私はすごいいい作品だったなって思いました。あ、でもカイロレンがね、あのなんかまあ なんでしょう、人魚姫みたいにね消えてしまって、ね、あってなんかアリズニーみたいっていうディズニーなんですけど、ディズニー作品なんですけど、もうなんかうん、すごいいい作品だったなっていう、面白かったです。あの面白かった興奮を喋っているだけの配信になっているんで、ちょっともうなんかちょっと落ち着けって感じなんですけど、うん、すごく面白かったですね。はい、でこの作品ですね、スターウォーズエピソード4、新たなる希望っていうのはですね、1977年ですよ。1977年に公開されていて、なんと42年続くね、超大作、大名作の最後だったわけですね。Help Me オブランクロービーからなんと42年ですよ。それの間ね、ずっと出てきね、出てきた、すごいすごい、なんていうか多様性を考えさせられる作品なんでしょうねって私はずっと思って、宇宙人とかそういうね、最初の方もクローンについてとかだから、うん、のすごいもう SF 大作、超大作で、あのもうまあまあまあ見てくださいね結局見てくださいなんですけど、まあ、最後の最後まですごく面白かったなって思います。なんか多分うん、まあ、最初にも言ったけど、いろいろ思う人はいるかもしれないけど、私としてはあのいい終わり方だったなって思わせてもらいました。はい、以上です。あの全然まとまってなくてすいません。ただただスターウォーズってやっぱり面白いですよねスターウォーズってすごいよねっていうだけを言いたかっただけです。あのはい、以上ですはい、この配信最後まで見てくださってありがとうございました。また明日、 May the force be with you だらく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